こんにちは。今回はですね、大学を出たんだけども、結局借金3500万を作ってしまったというね、そんな私からの、大学出るメリットあんの？それともデメリットばかり？メリットどうなの？っていうことをね、ちょっとお話していこうかと思うんですよ。で、これは、転職大魔王さんね、大魔王転職さんというのが正しいんですけども、この方の動画を見てのアンサー動画みたいになります。で、動画の中でね、私のことを名前出していただきまして、本当ありがとうございます。これからもね、よろしかったら、見てくれればありがたいと思ってます。ところでね、これ転職大魔王さん、ちょっと言いにくいですね、やっぱり。転職大魔王さんと言わせていただきます。すみません。転職大魔王さんね、10月11日お誕生日なんじゃないですか。いや、私もね、10月11日誕生日なんですよ。いや、同じ誕生日で、しかも同い年ですね。これはね、他人とは思えないと。しかもなんか境遇も似てるんじゃないかなと思います。まあ、私は二浪ではないんですけども、一浪しましてね、やっぱり高校の時あんまり、まあ、まともにやってなかったんで、全然ね、単位が取れなくって、その評定平均値 2.3 というね、とんでもない数字を出して、大学に行きたいと言ったらね、しかも推薦してくれって言ったら、もうね、全然怒られちゃったというね。で、1年間は大学に行くことを、まあ、諦めてね、1年間しっかりと代々木ゼミナールに通いまして、岡山の代々木ゼミナール行って、まあ、ラーメン食べながら頑張りましたよ。で、偏差値がね、38ぐらいから、まあ、55ぐらいまでグッと上がってですね、1年間で。あ、勉強とかって割となんかリズムを覚えたらいけるんだなと思いましたね。で、まあ、大学はなんとか入ったんですけども、軽音楽部入って遊んじゃってね、楽しかったですね。合コンもたくさんしました。ありがとうございますって感じです。で、たくさんの合コンしたんですけども、まあ、お付き合いできた女性は、まあ、いなくって不発でしたね。大空振りというかね、まあ、いろいろと感じましたけども、大学はね、彼女を作りに行くもんだというふうなスタンスでございました、私としては。で、大学でのメリットデメリットっていう話に戻しますけども、まあ、なんていうのかな、自分にとって大学をメリットに生かそうと思えば、メリットに生かすような就学の仕方をした方がいいのかなと思いますし、まあ、学校だけじゃなくてもね、まあ、部活とか頑張ればいいんじゃないかなと思います。私の場合は軽音楽部に入ってて、毎月毎月いろんなところのね、ライブハウスで、バンド活動してたんですよ。まあ、そうするとね、やっぱりね、ファンの女の子にはモテるようになりました。モテるようになったけども付き合った人は一人もいないんですよ。なんだこれはって感じですよね。要するにステージの下から手を振るのはいいんだけども、1対1で楽器を置いた姿はあんまり魅力的じゃないというね、どんだけつまんない人間なんだってことなんですけども、まあ、そういう風なね、人生を送っておりました。当時私と一緒にちょっとね、お茶を飲んだ女性の方がいらっしゃいましたら、もう一回ね、ご連絡いただければ、私はもう結婚してますんで入る隙間はありません。何のことを言ってるんでしょうねすいません、まあ、めちゃくちゃになってきましたけども、大学のね、デメリットっていうのは今ね、徐々に増えてると思うんですよ。私は実は大学に行くと、まあ、4年間ぐらいはかかりますよね。で、大学で学んだことって高度経済成長期に通用する学問ではあったんですよ。でも今人口縮小していて、経済も縮小していってね、それからプラスアルファでこれからその海外とのやり取りが増えるかって言ったら、今度は増えないんですよね。当時はね、金高薫世界の旅っていう番組が私小学校の時あったんですけども、あの時から考えると、もっとね、日本っていうのは他の国と関わっていこう、貿易をしていこう、他の国に留学しようみたいな波に乗って、なんかそういう風な前提で大学っていうのが拡充されたと思うんですけども、今どうですかね。海外に行くこと当面できませんよね。で、海外から何か学び取って日本でっていう風な、そんなのにもなくなって、どちらかというと、もう一回ね、内需を固めないといけないんではないかなと。もっと言えばね、海外からの日本買収みたいな侵略行為、経済侵略が続いてますんで、このままね、日本っていう体制が守られるのかどうかってことにもなってくるのかなと思うんですよね。まあ、いろいろと悩ましいところではあるんですけども、私今ね、大学でしっかりと学問するメリットはあんまりないと思います。ただメリットがあるとすると、その大学を出たっていう実績ですよね。しかもこれは学校名によります。だから、いわゆるエフランク大学っていう言い方がありますけども、そういうところは大卒と言っても逆効果になるだけなんで、私はあんまりね、今の時代はメリットにならないと思います。しかもお金もかかりますしね。で、それだったら、今はね、中学を出たら高校に行きながら起業するっていうんですかね、転職を目指されてる方にはちょっと耳の痛い話になると思いますけども、これから雇用はなくなっていくんですよ。だから転職をいろいろと繰り返して失敗するよりもね、嫌な思いするよりも、自分の事業を始めた方がいいですね。自分の事業っていうのはどうするかっていうと、自分の商品作ります。自分で集客します。で、セールスします。この3つだけなんですよ。就職活動よりは
随分簡単ですよ、はっきり言って。で、しかもね、自分の会社作ったらその日から正社員ですからね。だから雇用保険もつくし、厚生年金もつくし、いうことなしですよ。で、そんなこと言ってもね、じゃあどんな商品作ればいいんですか、どんなセールスすればいいんですか、どんなね、集客すればいいんですかってことあるじゃないですか。それはね、もうね、今の時代はネットに山ほど出てます。ただです、学ぶのは。なんだったら私も出してますからね。集客するために何をすればいいかっていうと、 YouTube をバンバンやればいいんですよ。そしたらチャンネル登録が勝手に増えていって、再生数が回っていって、その自分のファンの方に寄り添っていくんですよ。そのファンの方が困ってることは何かなっていうふうに聞き取っていってね、その困ってる方に対してそれをお助けするような自分が商品を出していくとか、サービスを提供するとか、自分でできなかったらサービスを提供できる人をマッチングさせる、こういうことを繰り返していけば、きちんとね、派遣会社ではないですけども、人のお役に立てることができるんですよ。人と人とをつないでいく。ビジネスっていうのは結局ね、商品を紹介するか、人を紹介するか、会社を紹介するか、この3つのうちのどれかなんですよ。全部できたら一番いいんですけどね。ですんで、これね、はっきり言ってね、誰でもできます。以前、高度経済成長期にできなかったのはなぜかっていうと、情報が民主化されてなくって、発信媒体が私たちの手になかったからなんですよ。発信しようと思ったらね、儲けた企業が広告を出すとか、テレビに出るとか、このぐらいしかなかったんですよ。でもどうしようか、今はね、無料で YouTube で集客できるわけですよ。実際、今ね、転職大魔王さんは、ちょっと失礼ながら見させていただきますけども、今ね、視聴回数3回の動画を私見てるんですけども、チャンネル登録者数18人でしょ。こう言ったら失礼なんですけども、18人のチャンネル登録者数で3回の視聴しかしてない方と、私は1万人以上の視聴者がいて、総再生回数はもう忘れたぐらい、もうボロクソあるわけですよ。で、数十万回転っていうのもね、結構ありますしね。でもこれがマッチングするんですよ。これすごくないですか。しかも私は転職大魔王さんにむちゃくちゃこの心っていうかね、むちゃくちゃファンになったんですよ。だからね、数字が低いとか高いとかあんまり関係なく、個人的に気に入ったらそれが全てなんですよ。で、私が転職大魔王さんのことを応援すれば、多分私の視聴者さんも気になって見に行くと思いますしね。これ転職大魔王さんっていうのは、これからファンを増やせるチャンスがあると思いますから、今こそストライクなんですよ。今こそ動画をどん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 出していくべきなんですよ。そして自分が学びたいこと、困ったこと、自分が皆さんにお役に立てることをどん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 表現していくことによって、あ、大魔王さんってそんな人なんだ、なんかどん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 親近感湧いてきたみたいな感じになるんですよ。結局はね、今私たちが困ってるのはその集客なんですよね。ビジネスをするときにも集客、会社はね、なんで人を雇うか、それは集客なんですよ。従業員にまず物を売る、従業員の友達、知り合い、家族に物を売る、だから採用するんですよ。従業員を育てていく余裕はないんですよ。ですんで、どっかの会社に転職しようと思ったらね、もし従業員として雇いたかったら、友達が多いことをアピールするんですよね。例えば私は YouTube の影響力がありますよっていうことで面接受けたら、大抵の会社は通ると思いますよ。まあ1万人ぐらいですけどね。で、実際ね、私ね、実はね、去年900万円ぐらいの、車を買ったんですよ。一応会社のものなんで、会社のクレジットローンを通すわけなんですよね、マイカーローン。その時私ね、一回ね、落ちたんですよ。私金融状況悪いんで。その代わりですね、落ちたんだけども、その直後に、私は YouTube チャンネルの登録者が当時8000人だったんですけど、8000人いますよって言ったら通ったんですよ、審査がね。これどういうことかっていうと、SNS の拡散力が信用になる、そういう時代になってきたということを審判会社もね、認めたってことなんですよね。だからね、YouTube を始めたっていうのはむちゃくちゃセンスがいいです、転職大魔王さん。そしてこの動画見てる方も。YouTube をやっている、YouTube を見ている、すごくセンスがいいんですよ。だからあとは、発信をどのぐらいするかですよ。継続的に、しかも、いろんなジャンルをね。そうすることによって、多くの方がファンになってくれてね、その人を引きつける力とか、いわゆる集客力ですね。人を引きつける力っていうその魅力が信用になるんですよね。で、そういったことで多分インスタグラムのフォロワーさんがね、10万人いる方っていうのも、もう企業に入らなくてもうちから広告出しませんかって来るわけですよ。で、ちなみに私ね、チャンネル登録が1万人の私なんですけども、1万1300人超えてますけども、企業案件は結構来ますよ。やらないですけどもこの商品紹介ですさいみたいな、紹介してくださいみたいな、結構来るんですよ。で、報酬はいくらですみたいなね、受けたことないですけどね。私はもう人の広告になかなかなるべく入れたくないんですよ。ですんでね、他の広告は入れないんですけども、まあ私はね、自由にやりたいんで、誰かに頼まれて何かをやるっていうよりも、自分がね、なんか思いついたら、例えば紹介動画とか出していきたいんですよね。ということでね、いろいろちょっと話しましたけども、転職大魔王さん、これからもよろしくお願いします。ということでございました。もしね、この動画を見て転職大魔王さんが気になった方は、動画概要欄に、
年収300万以下が思う大卒のメリットデメリットというタイトルの転職大魔王さんの動画をつけておきますので、チャンネル登録してご覧ください。それではいってらっしゃい。